さん、おはようございます。今日は10月の22日の土曜日です。まあ今日もね、今午前9時ぐらいなんですがね、いや非常にいい天気です。青空が綺麗ですね。まあ実はね、昨日テレビのニュースでやってたんですがね、下郷のね、下郷町の観音沼、まあそこのもみじはね特別綺麗なんですがね、なんか、今日あたりが見頃だということらしいですよ。で私たちね、2人であそこ、ここ2、3年続いていってるんですがね、今年はね、今日明日ちょっと行けないんでね、ただ行ける方はね、今日明日行ってぜひご覧になったらいいですよ。本当にね、あそこのもみじは別世界です。綺麗ですよ。ところでね、今日もちょっとねお話ししたいことあったんですがね、今日はね、あの権利と義務ということに関してお話をしたいと思います。まあこれ帰りの車、またはね自宅に戻ってから収録してね、皆さんにその話をね聞いていただきたいと思うんですがね、この権利と義務ということに関してね、我々日本人かなり誤解をしている、間違っているところがあります。まあそういうことも含めてね、皆さんに私の考えと、ね、それから憲法で決められている権利及び義務ということについてもねお話をしたいと思います。今ね、運動を終えてね、でその帰りにいつものようにね、老人のためのね、その夕ご飯のおかずやら何やら買うためにね、スーパーに寄って、そして今ね自宅の駐車場に着いたところです。まあところでね、今日スーパーに寄った時ね、駐車場にちょっと人だかりがあったもんですからね、なんだろうと思ってね、まあ、そこにいた人間にちょっと聞いてみたんですがね、そしたらね、今知事選が行われているんですが、そのね内堀という今現職でやってる知事がね、選挙カーで寄るんだということでね、集まっていたんですがね、まあ集まっていたのがね、いわゆる白石市長、いわゆる田村氏のね、それから市会議員の一部、そして、建設業者ですよ、いわゆる土木業者ね。それを見てね、何を考えてんだと私思ったんですがね、というのはつい最近ですよ、田村市においてね、公共事業発注に関してですよ、贈収賄事件というのがあって、逮捕者が出たばっかりなんですよね、市役所の職員とその業者でね。そういうね、まさにね起きた、そういうまだね全然ほとぼりも冷めてるわけじゃない、そんな時期にですよ、建設業者がね、そういう風な選挙という政治イベントにですよね、駆り出されて集まってくるなんていうことそのものがね、常識がないでしょうね。そういうこと自粛しなくちゃいけないんですよね。それがね、これそれが動員かけたんでしょ、情けないですわね、本当にね。まあ本当に朝からちょっとそういう情けない、ちょっと腹立たしいねことを感じましたんでね、これちょっとねお話をさせていただきました。それからね、先ほど運動してるときちょっと言うの私忘れちゃったんですがね、実は昨日為替の取引の件についてねお話ししたかと思うんですが、まあ為替取引ねやってる方もこの私の視聴者の中にはいると思うんですが、まあね、昨日148円50銭でね、いわゆる売りの予約を入れて差し値でね、そして決済の予約も入れたと、200ピプスが取れるようなね獲得できる予約の入れたというお話をしました。でね、実は昨日ね、ニューヨーク市場でね、大体そうですね、午後11時余った頃に152円ぐらいまで近く行ったんですよ。それで148円50銭ではちょっとね低すぎるかなと思いましてね、そこから1円50銭ちょっと引き上げたところにね予約の注文を入れ直しました。ですから150円ちょうどですね。ですからそこからね、幅はね同じく200ピプス取れるようなね148円のところにね決済予約入れましてね、でそれがね入れてそうですね2時間も経たないうちですかね、だいたいおそらく昨日為替の介入が夜中にあったんだと思うんですよね。ですからそこから6円ぐらいまで下がったんですよね。152円からね146円の20銭ぐらいまで下落したんですが、まあその時にね、予約しといたものは約定になって決済もね、されてね利益の獲得ができました。まあ昨日のようなね状況の時にはそういう取引もできるという一つの参考までねご紹介したんですがね、
で昨日200ピプスというね、まあ短時間で取れたんですが、その200ピプスという意味ね、これね、知ってる人は当然わかると思うんですがね、わかんない人にはね、ちょっと知らせとかないと意味がわかんないですよね。200ピプスというのは日本円で言うと2円ですね。2円というのは通貨取引量が1万通貨であれば2万円の利益ということになりますね。ですから10万通貨だとそれの10倍ということになりますね。まあでも一般の方では10万通貨取引の方ってのはあんまりはいないと思うんですよね。普通は例えばね、1万通貨取引であったりね、あとはもっと小さくね、5000通貨であったりということが多いと思いますね。ただそういうふうな取引でね、比較的安全確実にね、少しね、利益をいただけるという、そういう取引の紹介をしたわけですね。まあね、あとは今後の状況どうなるかっていうのはね、これ為替取引やってる方は当然わかるでしょうけども、為替の介入があるとね、多分月曜日ね、もうちょっと下まで下がるかもしれませんね、あと 1,2 円ね。でそこからはドル高の傾向そのものは変わりませんのでね、おそらくまたそこからね、ドル高円安の方向にまた向かってね、おそらくそうですね、160円目指すかもしれませんね。まあそのぐらいとにかく日米の長期金利のこの金利差というものがね、元になってるわけですから、そうそうはね、円高の方には触れないと思いますね。まあ以上ね、為替の話をさせていただきました。皆さんね、今ですね、今日毎週土曜日ね、午後1時から2時半まで、その田村市民みんなで YouTuber という講座をね、やっているんですがね、今それを終えてですね、帰るところです。まあ今日ね、冒頭に話しましたように、その権利と義務というものについてお話しする予定なんですがね、まあ、なんで今更こういう話をするのかと言いますとね、こういわゆる田村の市議会の議員、首長、そしてまあここから選ばれている、選出されている議員、国会議員ですね、まあこの人たちがね、まあ、あまりにもその何て言うんですかね、知らなすぎる、不勉強すぎる、でそういうものをきちっと尊重してですよ、議会活動、議員活動していない、そういうところが非常に問題が多いのでね、これ改めてやっぱり市民、国民としてですよ、権利と義務というものがどういうものかということをですね、その日本国憲法に定められているものをね、基準としていろいろ考えてお話をしたいと思います。まあ依然ですね、船引き町の時代なんですがね、まあ、その当時の首長、そしていわゆる公務員、そして議員ですね、この人たちがね、憲法のね、第25条生存権というものについてね、知らないためにね、要は市民の尊い命がね、失われたことがあるんですよ。と言いますのはね、まあ、健康保険税が払えなくてですよ、いた人に対してね、健康保険のいわゆる資格をね、取り上げて停止したんですね。でその方はね、病院に行っても全てそのね、病院の支払いというのは自分でしなくちゃいけないという立場に置かれてしまいましてね、なおさらその健康保険料を払えなかったというのは理由がありましてね、そういう働けるような体、家族、そういう状況ではなかったんですね。本来民生委員がそういうことをきちっと調査をしてですよ、分かっていればフォローができたはずなんですよね。それがそういうこともね、しなかったということでね、一人の命が失われたことがありまして、その方はね、孤独でね、一人で亡くなっていたということがありました。まあ、本当にね、この方に家族がいればですよ、行政が訴えられるほどのね、ことだと思いますよ、これはね。まあそれもね、議員にも心のあるね、憲法についてきちっと、ね、理解をしている人間がいないためにそういうことが起きたということだと思いますよね。まあ現実そういうことが多々ある、そういう地域なんですね、まだまだね、ここはね。でやはりね、その国民の権利義務というのは何なのかということを改めてですよ、市民の人たちもね、十分にやっぱり理解をしていなくちゃならない、そう考えましてね、今日お話をさせていただくことにしました。では早速ね、権利と義務についてね、お話を始めたいと思います。
以前私ね、この YouTube の動画でね、こういう話をしたことあるんですかね、市会議員の選挙の時にね、市民が投票の参考にするために憲法のテストを受けていただいてね、その成績の一覧をですね、投票所に貼り出すと、ね、いうことですね。でこれはね、現実的には現在の公職選挙法ではね、テストを受けさせる、その立候補予定者にね受けさせるとい う, こう義務を課すことはできないんですがね、ただこれはやりようでしてね、条例でですね受けてもらうようなことはできるような仕組みできるんじゃないかと思うんですよね。まあ受ける受けないを自由にしてですね、でもしも受けた方についてはその成績をね、公表させていただくと、あと受けなかった方についてはね、その事実のみをねお知らせするということでね、できることではないのかなと思いますね。でなんでこの市会議員の選挙の時にですよ、そういうことをしたらいいかというふうに提案したのはですね、このいわゆる今のね田村市議会の議員、そして首長もそうなんですかね、憲法というものを果たして読んだことあるのかなと思うぐらい、いわゆるねそういうことについての知識がないんじゃないかなと思ってます。で、まあ憲法について話しますとね、今日そのお話する権利と義務について直接的に関わりあるのがね、憲法の第3章にあるですね、国民の権利及び義務というところなんですね。でこれはね、日本国憲法というのは99条しかないんです。そして最後のね補足を加えても103条ね、その中でですね第10条から第40条までがですね、この第3章の国民の権利及び義務なんですよね。まあそれだけその国民の権利及び義務というものをね、非常に重要なものとしてですね、日本国憲法は定めているということだと思いますね。では早速ね、権利と義務についてお話しいたします。国民はね、その権利を有しており、国にはその権利を保障するための努力義務というのが課されていると、憲法には想起されています。ですからね、権利と義務の関係というのはね、義務を果たした国民には権利が与えられるということではないんですね。国民が権利を有しており、国はその権利を保障する義務があるというふうにね言われるわけです。これが権利と義務についての本当の関係性です。まあ中によくね、権利には義務が伴うんだなんていう方いますよね。まあこういう人のね言い分というのはね、権利ばっかり主張して義務を果たそうとしないね、わがままで実に利己的なね、自己中心的な人だとかね、ね、あとは権利を主張するなら義務を果たしてから言えとかね、こういう言い方される人がいますけど、これは全くもって憲法に反した考え方なわけですよね。まず権利があるということなんです。日本国民としてね、生まれた以上ね、国籍を有している以上権利があるんです、どなたにもね。で、国はね、その権利を保障するという義務を負っているということですね。それがだから権利と義務の本当の関係性だし、憲法ではそのようにね記されているわけですね。もしもね、義務を果たさなければ権利がないっていうね、そういうふうな論法が通ってしまいますとね、ね、いいですか、もしね、納税義務を果たさないからといってね、表現の自由が認められないとかね、それから勤労義務を果たさないから生存権を認められないとか、こういうふうなとんでもないことになってしまうんですよ。いいですか、ね、例えば納税義務を果たせない人だって中にはいるんですよ。例えば体がね、具合が悪い、ね、いろんな体にね、不都合があるとかね、いろんな形で働くこともできない、収入もない、そういう方はね、勤労義務も果たせない、納税義務も果たせないということになりますね。で、こういう人たちは日本の国の中で生きていけないということになってしまうわけでしょ。こういうことを憲法はね、言っているわけではないんですね。すべての国民には権利があると。そしてその権利というものをね、国はね、保障する努力の義務があるんですよと。ね、そういうことを憲法は謳ってるわけですね。ね、そういうことを考えながら皆さんね、権利と義務という言葉をね、ぜひ理解をして使っていただきたいと私は思いますね。特に権利には義務が伴うというね、こういう言葉がね、
誤解やね、誤用されやすいんですよ。ね。議員の中にもこういう人間が確かにいますわね。これはね、やはり憲法について全く不勉強だということですよね。そういうことです。権利を行使するにはね、義務も果たさなければいけないなんていうことは一切ありません。権利ありきということをまずね、我々は知っていなくちゃならないし、すべての特にね、政治家の方々はね、こんなの当たり前の話ですよ。ね、こういうことを踏まえて政治活動してほしいものですね。